ズームは危険。台湾、ドイツ、シンガポール政府が使用禁止に。現在、COVID-19 の感染拡大によって在宅勤務が推進されており、その中でテレビ会議を行うソフトとして、ズームと呼ばれるものが使用されておりますが、このズームにおいて、様々なセキュリティ上のリスクがあるとして、台湾やドイツ、シンガポール政府が 相次いで使用を禁止、制限したことが明らかになりましたこういった政府だけではなくて NASA や Google、SpaceX などの企業も使用を禁止したり制限しておりますこの Zoom については簡単に説明すればアメリカにある中国企業が作ったソフトであり中国に情報が送信されていたり不審者が会議に侵入するなど もう無茶苦茶になってしまっております。このズームについては、こういったセキュリティ上のリスクがあるソフトだという批判だけではなくてですね、もうそれを飛び越えて、もうコンピューターウイルスの一種である、マルウェアであるとの批判まで出てきておりますけども、こういったズームをどうしても使わなければいけない場合は、機密情報を含むパソコンには絶対にインストールせずに、 その他のパソコンにてウェブブラウザ版を利用していただいたり、もしくはどうでもいいスマホやタブレットでスマホ版を使っていただいたりと対策を講じていただくようにお願いいたします。またこういったテレビ会議が行えるソフトについては、例えばマイクロソフトチームズなど他のソフトも提供されておりますので、 Teams や、例えば Skype など、テレビ会議を行う際には、他のソフトを利用していただき、こういった Zoom を使用することによって、様々な被害に遭わないように、皆様注意していただくようお願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。